対局開始。お願いします。読んだんですか。ちょっときついっすね。袖飛車。じゃあ勝てないときはもうちょいちょっと落としてほしいラインを。正直ね、結構最近勝ててないから段位下げてほしいんだよね。なんか勝つ感覚をね思い出したいですね。うん、そのタイプか。する前かな、気はめかな。うん、帰れ帰ってた。いやー結構こっちもね、こっちでねなんか刺してなくなるんでね。2分30秒。難しいんですよ。足を絡めていく。4号桂にはどうするんだろう。そういう感じか。系統が死んだ。また系統。系統すぐダメなんだよな。強者取らせるわけにいかん。走られた。歩つく。と金作って2分なるね。跳ねてくんね。いやーきついな。非常に苦しい。桂馬ねと桂馬ね。1分30秒。つっな。なんですかこの形。野球ちゃんじゃん。うちで桂跳ねで、まあ二枚貝といえば二枚貝なんですけど、そう逃げられたら手がないんです。逃げられたら手がないんですね。嫌になっちゃうな。この系の将棋はちょっとダメになっちゃう系ですね。1分。まあ頑張りますけど、けどね、そうだ馬いるんだ。いや馬でそれ全然怖くないもんね。これ大海原出て、さすがにきつい。
てか車の中が寒くてもう限界、限界だ、もう限界だよ。30秒。将棋指してる状況じゃない。あと1曲ぐらいは指していきたいけど。全然駒が足り、20秒。ダメ。いや、参りました。この悔し